芹沢かもね様、そして視聴者の皆様、こんばんは。こんばんは。最終章を迎えたうつろの夜、非常に楽しませていただいております。ありがとうございます。本当に素晴らしいゲームを作っていただきありがとうございます。フラパンには足を向けて寝れませんぜ。寝よう、早くね。で、さて、ここから本題となるのですが、かもねさんはユーザー主催のオンラインコミュニティ大会、例として挙げると、MTN、ね、さんや、今村さん、真夜中さん等の選手もしくは実況解説としての参加をすることはあるのでしょうか。私が認識している限り基本参加はしておらず、中野の FPGN に飛び入りで解説として参加されていた認識しかないので興味本位での質問です。長文失礼しました。今後も最高のゲームアンダーナイトインバース通信させるそうよろしくお願いします。はい、お便りいただきありがとうございます。別に参加してもいっちゃいいんだけど、参加する予定は特にないですね。まず一番の理由が、一番というか一番でも何でもないんだけど、その前提の話として、金曜夜とかだと参加できないのね、普通に。なんだろう、土日以外はほぼ無理。だって会社にいるから、まあ参加できないんで、まあ、金曜夜はさすがにまだね、会社なんでできない。で、まあ他のコミュニティのやつで土日とかにあるやつに、まあ出れるっちゃ出れるんだけど、あんまりそういう風に出る気はないじゃないな。で、実況解説とかになってくると、まあそれは別にやれないことはないんだけど、あんまりやる予定はないかな。まあいろんな理由があるんだけど、とりあえずアンダーナイトって今普通に盛り上がってて、プレイヤーもね、そのいろいろやってくれてる状態で、俺がその大会に参加して、その中途半端にそこそこ強いもんだから、ノイズになる感じは結構あるのよな、まず普通にね。大会って、そのプレイヤーのためのものであるべきだと思うのよ。選手のためだと思うのに、なんかこう出張ってる感じがするんで、俺はあんまり好きじゃないのね。開発者が出てくるのって。おめえのための大会じゃねえんだぞ、みたいなね。感じになるんで、あんまりそういうのにちゃちゃを入れたくないっていうのがまず一個あると。で、実況解説とかの話になってくると、まあ、それもそれで、ユーザー側でやってくれるみたいな文化にしておいた方が、まあ、業界の発展に役立つ、コミュニティの発展に役立つと思うので、俺がやりすぎちゃうのも良くないとは思ってるね。誰もいねえっつったらやるけど、それこそ、メルブラとか、アンダーナイトとかの、その初期の大会とかって、俺が解説とか出るんだけど、あれなんで俺が出るかっていうと、俺以外いないからなのね、あれって。メルブラで、解説、ね、実況解説誰やりますかつって、まあ、ね、実況は、ね、水上さんにお願いしますでいいんだけど、解説誰やるのっていうと、メルブラに詳しい人ってなるじゃん。で、メルブラに詳しい人は、もう選手として活躍しとる。その選手が大会に出たいのに、泣く泣く解説に回るのは、私のね、本意とするものではないというか、いや、選手として遊んでほしいなって思っちゃう。から、俺が出るのね。解説として。俺が解説として出たいんじゃなくて、俺が出た方が選手が嬉しいから出てるみたいな。選手が嬉しいっていうか、選手が大会に出られるからやってる。で、逆にその俺が出なくても、普通にそれ用のね、人がいるっていうんだったら別に出る気はないというか、その方がというか、そうした方が、アンダーナイトだったり、電撃だったり、メルブラだったりの、実況解説をする人っていう、まあ、ポジションができるわけよな。そうなったらその人にもある意味仕事が生まれるわけで、まあそういう人生も歩むこともできるのかな、みたいな。そのチャンスを奪いかねないんで、俺が出まくるっていうのは。あんまり、毎度毎度ベストかどうかっていうとそうでもないのかな、みたいな。まあそういう感じですね。で、フラパンゲームナイトに俺が参加した理由は、さすがに、なんだろう、本当にうちのゲームだけを題材にしたオフラインイベントで人を集めて、大きいイベント頑張ってやって盛り上げたいって言ってるので、本当にこう、ありがとうございますっつってこうね、挨拶しに行っただけなんですよ、あれって。まあ、一応アケコンも持ってって普通に対戦とかもしたけど、ほぼほぼ雑談しに行った感じで、ほぼ対戦はしてなくて。で、急にアッキーさんに話しかけられて、メルブラの2オン余ってっから出てって言われて、まあ、しゃーなしっつって出たぐらいで、アンダーナイトも多分1回しか対戦してなくて、急に、なんだ、そろそろ片付けですって言われてる時に、セナル君がこっちに来て、やろうやって言ってきて、一回対戦して終わりみたいな。
ぐらいの感じで、もう目的的には開催してくれてありがとうっつってこう感謝を伝えに行っただけ。かつ俺が暇だったっていうか、普通に参加できたんで行ったみたいな感じなんだよね。なんで別にこう選手としてトーナメントで勝ちたいとかそういう感じではないんだな。とかなんで、他の系のイベントの解説とか実況とかをやるっていうのも別に嫌とかではないよ、もちろん。嫌とかではないんだけど、やらない方がメリットがあるシーンが多いんで、基本的にはやる気がないっていう感じかな。雑談おじさん。妖怪雑談おじさん。あの人何しに来たんだろうみたいな感じだからね。あ、ジャモさんじゃないですかつって、雑談だけして、本当それだけ。雑談して、みんなで飯食い行って、解散しただけだからね、俺あの会って。あんなにこう、同窓会じゃないけど、そういう場ってあんまりないからな。対戦したり、大会に出たいみたいな感じで出たわけではないって感じなんだよな。そしたら、なんかたまたま野生の水上さんがいて、なんだろう、メルブラの実況解説とかできるね、つって、ちょっと話したりとかしたぐらいで、ほぼほぼね、ただ行っただけ。なんかのね、なんかのついでで、近くを通りかかったんで、フラパンゲームナイトもやっとるやんつって、途中下車して来てくれたとか、なんかそんな感じだったはずですよ。たまたま通りすがった。ガチでたまたま通りすがったみたいな感じなんで、それで来てくれたとかだったはずで、まあ俺は普通に明確に行こうと思って行ったんですけど、まああれよね、だから、明確にフラパンゲームナイトに関して言うと、フランスパンのゲームのみのオフラインイベントを開こうみたいな感じで、活動してくれてるのに対して、そうなんだ、フラパン側のアクションがゼロっていうのもちょっと寂しいというかさ、まあさすがにありがとうって言いに行きたいな、けど忙しいから行けない日もあるな、みたいな時に、ちょうど日程があったんで、じゃあちょっと行こう、みたいな。だいたいそういう感じですな、っていう感じなんで、まあ実況解説とかね、しても全然いいんですけど、そのやるとしたら、まあ本当に、こっちの自分の配信でやるとかの方がいいかなとは思うよね。他の大会コミュニティの方に行くってなると、なんであっちに出たのにこっちに出ないんだ、だの、なんかいろいろあるような気がするんで、そうだね、あんまりこう出張りすぎたくないなと思ったりはしますね。まあそんな大層な存在ではないんですけど、一応ね、スタンス的にはそういう風に考えて生きてはいますよっていう感じですね。はい、こんな感じです。はい、アンダーナイト引き続きね、遊んでくれると嬉しいです。お便りいただきありがとうございました。